こんにちは。今お昼です。新ニーサの成長枠で私ソフトバンクグループの株をね買おうって思ってます。アームがね時価総額10兆円を余裕で超えてきましたよね。だからソフトバンクグループが赤字だったとしても大丈夫なんじゃないかしらって思ってます。ナスダックが爆上げなのにソフトバンクグループの株って低迷してますよね。これは買い時でしょうと思っておるわけですよ。で、今低迷中なんですけれども、今買わないでね、今買うと上がるからね、新ニーサになって来年になって買おうっていう人が結構いるんじゃないかなと思ってて、私もその一人なんですよ。で、アームの含み益についてどのぐらいあるのかってことを確認しつつよ、ソフトバンクグループは2000億の赤なんで、まさにチャンスなわけですね。株価が実態を反映してないぐらい安くなってるって、そういうのを拾いたいっていうことでチャンスと思ってるわけですね。で、チャートがね、今ソフトバンクグループすごく綺麗なんですよ。こうなるとね、テクニカルの基本技でしっかり買っていけるっていう本当にチャンスかなと思っております。私会計士 2,30 年やってまして、今もう引退してるんですけどね、ほぼほぼ全ての資産を社債に集中していて、今ね、金利でなんとか暮らせる感じなんですけれども、その中の一部ね、成長枠の240万の枠を使って株をちょっとねスイングで買っていこうかなって思っておるんで、ここいらについて動画にまとめました。よろしければ最後までご覧ください。はい、まずは1個目ね、今低迷中だよってね、まさにソフトバンクグループって買い時なんじゃないかって思ってて、実はね、はい、ここね、この成長枠ね、240万を、買ってというか、ここ使ってソフトバンクグループを買おうって言うんだけど、これは実はですな、このなんだろう、他が全部上がっちゃったんで、もうソフトバンクグループしか残ってないっていうような状況にもなっちゃっててね、まあ、嬉しいんだか嬉しくないんだか、そんなよくわからん状況になってるわけですよ。ほんとびっくりするぐらい狙ってた株が上がりやがって、なんだかねって感じ。何狙ってたかっていうとね、ほらナスダックがさ、これほらここで下にこう下がっていくタイミングでピヨーンと上に跳ね上がっちゃって、私もここいらで下がってるタイミングでも社債にシフトしたんですよ。株系の資産を全部会員換金利確して債券の方を買ってったんですけどね、まさかこっから上がってってさらにピヨーンと上がるっていうことについて言うと、予測しておりませんでした。 AI バブルが今年発生するなんていうことについては全く予測不可能、私はできませんでしたね。だから社債にしちゃったんですけどね。やだね、私これからね株を狙ってるわけですよ、株系をね。で、そういう買い手に回っている私の立場からするとよ、ね、社債持ってますからね、暴落がいいなと思ってるわけですね。これ不謹慎とか言わないでよ、立場によって考え方変わりますからね。今がっつりね、株系の資産を持ってらっしゃる方はこのままピヨンと上がっていけると思うでしょう。それと反対に買い損なった私としましてはね、買い手だからね、だから下がってくれりゃいいのになってね思ってるわけですよ。で、ポジショントークってあるじゃん。で、それとは別に、願望とは別に、客観的に相場を見ていかなきゃいけないですからね。そこについてちょっとこれからお話しさせてね。はい、おいで。はい。で、スクリーンホールディングスをずっと狙ってたんです。そしたらビヨーンと上がりやがってさ、11月からね、ピヨーンですよ。なんじゃこりゃ。これね、歴代最大幅なわけですね。これ、スクリーンホールディングスのね、歴史の中でね。でね、最高値をね、ずっとマークしつつよ、更新するような雰囲気。さらに、はい、レーザーテックも狙ってたんですけどね、これもピヨーンと10月から上がっててさ、特に11月からの上げが凄まじいもんがあってね、いい形で上がってるわけですよ。これも最高値ですよ。さらにですよ、テルモも好きだったんですけども、これがまたさ、ピヨーンと上がってて、今すごく恐ろしい状況なんですよ。今年の最高値の状況で横横に今展開していて、ボリンジャーバンドがキューッと絞ってきてますからね。はい、どうなるのかなってね、こっから上に跳ねる可能性もあるけれど、どうかな、下に行く可能性もあって、どっちに行くか分かりません。この団子になっ
ている状況がね、これアイランドリバーサルになるのかな、ここに固まってポジションがあるわけですよ。だから株価が上にピョッといくとみんなやったってことで場が明るくなって上がるんだけど、このね、例えば4600をねビヨンと下抜いた日にはここにいる人たちがみんな不幸になるわけですよ。全員含み損だからね、ああいかんいかんってことって、例えばよ、損切りだとかさ、投げちゃえとかいう人が出てくるわけですね。だから非常に危うい状況。私はもうこのリバーサルのこのアイランドの中で売は絶対しませんからね。ちょっと買えるに買うに買えない状況になるわけですよ。で、まあ下にビヨーンと落ちてくれればまたチャンスもあるのかなと思って眺めてるんだけど、とりあえずこれも触れない。でね、そしたらソフトバンクグループはどうよってね、ずーっとね、私ね、狙ってたんですけども、どう考えても今いい感じなわけですね。ほらついこの間のさ、1万円を超えてたところからね、ちょっとね、2021年あたりからちょっと見てみると、ちょうどね、今ほら、3分の1らへんの割ってる感じですよ。だからさ、3分の1以下の状況なんで、安値圏にあります。ね、いいところ狙い目ですよ。で、はい、そしてちょっと今の、先端を拡大して、一目均衡表を見てみると、はい、これね、この段々畑に雲が下がってるでしょう。これ何かというとね、52日間の中値なんですよ。真ん中らへんね。ここが徐々に下がってきてて、いい形でさ、上値切り下げ、下値切り下げって形で、このまさにダウ理論に従ったさ、トレンドがね、綺麗に続いてる感じなわけですね。で、AI バブルのところでビヨーンと上がった後に綺麗にその安定して下落してきてくれてるからね、これとてもね、買いやすいんです。ここの買い方についてもね、簡単なんで解説しますからね。で、はい、さらに先端を拡大しますよ。で、綺麗な三役逆転が継続しておりますね。今ちょっとね、地高スパン、ごめんなさい。この緑色の転換線が基準線上抜きしそうなんですけれども、どうかな？今のところは地高スパンが株価の下に潜りつつあって、で、転換線が基準線の下だもんね。で、雲の下の展開なんで、まあ、こういうような、このいい感じのこの下落のトレンドが続く雰囲気を醸し出していて、いい感じ。で、はい。で、はい。こういう場合ね、テクニカルが非常に有効になるわけです。トレンドがしっかり出てる綺麗なチャートだとね、戻りがね、うまい具合にね、捉えることがね、できやすいんで、ここについてちょっと今回お話しますね。で、はい。例えばよ、このライオンがね、これがね、顔石鹸と一緒に私狙ってたんだけど、こんなんじゃ、もうとてもじゃなくて無理ですよ。大暴れ。下がってきたと思ったらバコーンと上がるわけでしょう。これひどいのよ。これアイランドリバーサルになっていって下がるのかなと思いきや、またさらにピヨンと上に上がってよ、そっからズドーンと落ちてるでしょう。まさにメルトダウンですね、これね。ほいで、横横からまたよ、大きな窓を開けて下にズドンでしょう。ほら、アイランドのね、ボトムのところにね、こうまた島ができてるわけですね。こうなるとよ、ここの大群って、ここでポジション作った人が株価がピョッと上がったらやったってことで、いい形でわーって形で上がる可能性もある反面、またストーンと下に落ちたらこの辺全員が含み損になっちゃうからね、あー大変だってことで投げちゃうような感じもあって、とてもじゃないけどこんなような予測不可能な状況、テクニカルが通用しないような状況で、私はとてもじゃないけど買えませんからね。それに引き換え、ソフトバンクグループっていい、まあいいチャートよねってことが申し上げたいわけですね。じゃあね、はい、アームの含み益を確認しましょう。でね、2000億ぐらいね、今年のね、ソフトバンクグループの本決算もね、赤字になる見込みなんですよ。だからチャンスなわけって、そんな話をさせてくださいね。はい。まずね、これ、私のね、この動画の作ったのがね、22日の12時だったんだけど、まあ、似たような数字なんでこれ使ってるんですけどね、大体今6000円ぐらいになっていて、まあ、ちょっと日付が新しいんだ、違う、新しい時間、これ20日のものを使ってるんですけどね、まあまあ似たような株価なんで、まあそのまま使いますよ。で、
で何がやりたいかというと、はい、時価総額をねチェックしたかったの。だからほぼほぼね 8.9 兆円だと思っていいからね、そのまま使いますよ。で大体ね 8.9 兆円の時価総額に対し、アームの時価総額の方が増えてるのよね、これより多いのよね。そこをちょっと言いたいんで、ちょっとこの 8.9 兆って覚えておいてね。ほいでアナリストの予測がね7500円ぐらいだよっていうことなんだけども、急にこんなに上がるとは思いませんよ。でもね数年内 2,3 年、まあそうね、数年のうちにはねこう超えていくんじゃないかって思ってるわけですよ。なんでかと言いますと、はい、これほら当期利益ってね、あの次の本決算ね、がだいたい2000億ぐらいの赤字になるよっていう予測なんですけども、はい、赤字がねどんどん減ってきてるわけですね。2021年3月期がね5兆円の大黒字だったんですけども、その後ね 1.7 兆の赤字が1兆に減り、そして2000億まで減ってきてると。ものすげえ金額だけどね孫さんすごいね、もういつ見てもやることがとんでもないや。でこれ3つの赤字を足してもさ、こっちの方がまだ多いよね、5兆円、5兆円の方が多いよね。なんかね、まあさ、何の慰めにもなんないんだけども、この赤字が急激に減ってるってことは間違いないですね。さらにこの2000億っていうのはいつでも黒字にできるような数字なんですよって、そこをねちょっと解説させてくださいよ。で、はい、チャートが綺麗で基本技で変えていけるよっていうところについて結びつけてね、最後締めていきますからね。はい、アームのねチャートをちょっと持ってきましたよ。これが2023年12月22日ですね、の時に、撮ったやつね。70ドルをしっかり超えてきていて、日付がある程度ねもうあの上場してから経ってるんで、1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいね、だんだん一目均衡表が作れられてきてるような状況になってきてて、分析できるよ、チャート分析できるって状況になってきましたよ。ほいで、はい、三役が交点ね。でこの青い線転換線が基準線の上へ行ってて、これで地高スパンね、この現在の株価をね26日過去に移動させた線、この地高スパンが株価の上にいてね、で雲の上に株価があるからね三役交点ですよね、そういういい状況になってますよっていうことを確認して、これでかつよ、はい、出来高がねどうかなって見てみたんですけど、これちょっと心配なんですね。出来高が少ないのはちょっと気になるんですけどね、これはこの増加してないもんね、ここね。ででもよ、あのパーフェクトオーダー継続中ってね、あこう私ね、あの最短のあのその3本線を使うのが好きで、でこれがね5、20、40日の移動平均線になっております。でしっかりね短期中期長期の順ですから、いい形でパーフェクトオーダーが、ね、形成されていてと、雰囲気いいよっていうことをね確認してくださいね。ほいで、ヤフーファイナンスの方で、はい、時価総額をちょっとチェックしたいんですけども、今70ドル超えてってね、80ドルもう間近かなっていう雰囲気なんですけどね。はい、はい、孫さん今ね 90% 持ってますからね、 10% 売っちゃったけどね。で、はい、時価総額が、72ね、これを円換算しますよ。あ、なんとほら50日中の最高値になってます。いい感じですね。最高値更新だからもっと伸びる感じかなって感じなんですけども、今143円ぐらいでしょ1ドルね。だから、この72をね、これ、143で円換算すると大体ね 10.4 兆円ぐらいなんですよ。なんだかね、ソフトバンクグループの時価総額よりもアームの方が多いというね、とんでもない状況になってるわけですね。まさにこれがソフトバンクディスカウントでございます。孫さんが株価うち安すぎるぞって言って昔から言ってたんだけど、まさにそんなような状況ね。ソフトバンクグループの時価総額が 8.9 兆で、アームが 10.4 兆だったよね。で、急掛けして、はぁ、9.36 になるんだけども、なんだこれってさ、ね、いう状況にあるわけですよ。だから、いかにソフトバンクグループの株価が、投資会社である、その実態がね、反映されてない株価になってるんだ。あの一般事業会社だとこういう話はね、成立しないんですけども、ソフトバンクグループって投資会社ですからね。
手持ちの時価総額よりもその持っているその会社の時価総額の方が低いなんていうことがさあっていいのかっていうところが美味しいとこですよね。だからね、いい感じの株価になってるってことを申し上げたいわけです。すいません。ここについてね、深掘りしたのがねありまして、11月27日に作ってますね、こんなようなことがあってね、 MBO もあるんじゃないかなってね、マネジメントバイアウトがあると3割ぐらいね株価高くで買ってくれるからね、ここも狙えるんじゃないかなって話もしたわけですね。アームでね、株担保借り入れをしてるんです。もう1兆円ぐらい換金してるんですけど、売却益がね上がってないんですよ。でさらに時価法を回避する会計処理も取っているから、アームの株価が高くても評価益は計上しなくていいんですよ。こんなようなことがあってね、合法的にアームの評価益を損益に計上しないことができるわけですよ。そうすると株価が安くなるからね、自分で株を買ってさ、マネジメントがね株を買って自社株買いしてさ、マネジメントバイアウトができるような方向に今なってるんじゃないかって話をしましたよ。その時の話の続きなんですけども、この前の決算説明会でさ、アリババの益を出しましたってのがあってね、4兆円ぐらいね、益を出してたってことがあるんです。何かというと、このアリババがさ、その時価総額ね、9.8 兆円ぐらいがあって、で投資したのが74億円だから、この差額について、え、利き出しをね、いいタイミングを狙ってしてきたわけですよ。でアリババはもうほぼほぼ全部売っ払っちゃったと。今度はその役割がね、アームに移ってきてるわけですね。で今もう10兆を超える時価総額になっていて、あれ 3.3 兆で買ってるんで、その差額を使った益出しをね、これから上手にしていくんじゃないかなってことが想定されるわけですね。今んとこね、アームの株取引については、PL ね、損益計算書で利益は出してません。そして IPO においても、連結 PL ね、損益計算書において利益は出してませんっていうような状況ですよ。だから、いずれ買った値段と時価総額の差額を使った益出しをね、することが想定されるわけですよ。で、はい、今どういう状況かというと、アームが 90% を保持している状態なので、連結財務諸表を作ってるってことになってましてね、詳細はね、前の動画、この本ちゃんの動画見てよ。今回さらっと流しますからね。単純にアーム の財務諸表を、ソフトバンクグループの損益計算書に足して、財務諸表を足し込んで、で総裁消去仕分けっていうのをちょころっと入れるような感じになっていて、だからアームの評価益っていうのは全く計上されてないのがね、現在のソフトバンクグループの財務諸表になってるわけですね。例えばよ、これね、15% 未満に持ち分比率を減らすと評価益が一気に計上されるようなことがあるんで、やろうと思えばね、直ちにね、益も出せるんだけど、それはしないのよ。だって MBO 大作戦を展開中なんだからね、そんなことはしないよねって、そういうのがね、前回この私の動画のお話の趣旨でございましたと。じゃあ元に戻りますね。はい、今回の動画に戻りますよ。今ね、ソフトバンクグループどうなってるのかというと、はい、5000円あたりになると買いがババッと入るってね、皆さん欲しいんだなってことをお分かりいただけると思うんですね。5000円は下回ったら私も欲しいもんね。ほいで、はい、5000円で買いが殺到するんだけど、はい、でね、大体どのぐらいまで戻るかと私予想してるかというと、一番高かったのが1万超えててね、で一番そこが4000円ぐらいなんですけどね、この3分の2戻りあたりまで8500円ぐらいまでは上がってもおかしくないんじゃないかと思うわけですよ。ここのピューンとね出たところはね、これはねちょっと異常な上げだったわけです。今回ね、深掘りをしませんけどね、これは本当に作られた上げかなって私には思える。詳しい話はね、過去に動画いっぱい作ってるんで、そっち見てね、先に行きますよ。ほいで、まあまあざっくり言うと8000超えてくるんじゃないかって思ってるわけですよ。で、黒字化達成だよっていうことで、3分の2あたりまで上がってもおかしくないなっていうことを考えており、そして5000円で買いが殺到っていう中、どうやって買っていくかっていうと、これすごくシンプルな話でいけるっていうことをね、これからお話しますね。はい、安定して下落しているんだけど、一体どこまで落ちるかわからんよとね、どこで反転するかわかりませんよね。で、5000円まで落ちてくれるのかな、それとも5000円終わったらさらに下に行くのかな、これわかりません。
で、さらに下落して、そしてそのまんまドボンといっちゃうんじゃないかなと。4000とかいっちゃうんじゃないかなと。下落して本当に戻るんですかっても分かりませんよね。そういう時どうすればいいかというと、それはもうすごいシンプル。はい。さらに先端を拡大します。すごく綺麗な三役逆転が続いている下落のトレンドなんで、普通に一目均衡表の王道の理論を使えばいいわけですよ。はい。普通にね、三役が好転したら買えばいいわけですよ。この転換線が基準線、白の線を上抜く。で、この黄色い線がね、株価の上に出る。そして株価がこの雲の上に出ちゃえばね、バッといきなりこの場面が変わりますからね、相場が明るくなるんですよ。50日間の、相場水準よりも株価が高くなるということはね、それは50日間で勝負している人たちの気持ちが晴れるわけです。その時には26日間短期で勝負している人たちも気分が晴れてるっていうようなね、そういうような、計算が一目均衡表の方でなされてて、三役好転が強い上昇トレンドだよっていうことをね、示してるってことは、私が偉そうなことを言うまでもなく、世間の常識としてね、一目均衡表がね、通用してるからね、普通に三役好転を待って買うといいんじゃないですか。で、皆さんも、私以外の人もね、三役好転を待って買う人が大勢いるからさ、そしたら上がっていくわけですよ。さらに良いことに、一目均衡表を知らなくてもね、これね、5、20、40の移動平均線なんですけど、赤が200日の移動平均線をこれ一応引いてるのね。グランビルの法則っていうのが世の中にあって、その時に提唱されたのが200日の移動平均線で話をね、組んでるから、これも結構重要なわけですよ。で、今どういう状況かというと、ほら、200日の移動平均線に上からこう当たってって、こうブンブン回ってるような状況でね、いるんだけど、ダブルボトムと言いましてね、同じ下値でこう跳ねてるってところで、上に行くかなっていうような状況も見て取れるんで、ムンムンなんですね。で、予測したってどうせ外れるんで、眺めとかいいわけですよ。でね、ここでもほら、なんかダブルボトムになっていて、6000円のサポートを受けて跳ね返されてるんだと、結局割ってきたからね。で、これ予測してもね、わかんないんで、ほっぽっといて、戻りを確認して買えばいいわけですね。買い方簡単です。パーフェクトオーダーになって買っちゃえばいいんですよ。で、絶対に出来高が上がってることもね、確認してくださいね。例えばここね、短期、中期、長期になって出来高がピョンと増えた段階で買っちゃえばいいわけです。この辺でね。この辺でね。ね。で、ほら、ね、いい形になってくれるのを、綺麗な下落トレンドだからね、待っておけばいいだけのことなわけですね。で、パーフェクトオーダーで買ってるのこれ簡単ですからね。どうでしょうね。ほいで。で、ただ、今まだね、まださ、買わないでね。みんなで一緒に買いましょうね。今、逆張りは危険ですよ。どこまで落ちるか分かんないからね。そこについて、はい。新ニーサでさ、安く買いたい集団がいっぱいいると私は思うんですよ。だって、来年買うのと今ので買うのとやさ、売却益にね、20.315% の課税がね、なくなるからね。だから新人差で安く買いたい人の集団の一人に私はいるのよ。どのぐらい大きな集団がいればいいかな。たくさんいればいるほどいいんですよ。なんでかというと、みんなで買えば怖くないわけですよ。株価ってさ、美人投票だよってさ、ケインズが言ってたわけですよね。みんなが上がるって思ってる株が上がるんだよってね、いうことでございますので、みんなでね、来年になって買いましょうよ。おいで、年明けにね、ちょっと私ね、株価が暴落するんじゃないかという期待もしてるわけです。先ほど申し上げました通り、これ不謹慎でも何でもないですよ。ポジションがね、私はこれから買うことを狙ってる人だから、安ければ安いほどいいなって思ってるわけですね。で、暴落しないかな、どうかなってことを確認した上でですよ、パーフェクトオーダーなり、三役好転なりを狙って、で買っていけばね、いい感じじゃないですか。で、今回はチャートが見やすいんで、同じような手法で同じような考え方で買っていかれる人が結構たくさんいるんじゃないかなと思うわけですね。で、この下げからの戻りに乗っかって、順張りでさ、うまい具合にみんなで乗っかると、で、乗っかってくれてる人が多ければ多いほど需要が上がるからね、株価はピヨン上がるんじゃないかなと思っていて、すごく楽しみにしているっていうのがね、今の私の状況でございます。投資は楽しいですよね。みんなで楽しみましょうね。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。